かつてダンスボーカルユニット EE ジャンプで活躍したソニーさん。解散後はソロの歌手、そして現在は女優として活動されています。今回はそんなソニーさんについてご紹介していきたいと思います。本名、ソン・ソニム。青年月日、1983年。 3月10日血液型大型国籍韓国出身地高知県所属事務所アミューズソニーさんの家族構成はご両親お姉様、ま、お兄様、ま、ソニーさんの5人家族ですソニーさんは小学校から高校の途中までを 朝鮮学校で過ごしています。早くも小学生時代に寮生活を経験され、中学高校は神戸にあったことから、おばあ様の家から通っていたそうですよ。そんなソニンさんが芸能界を目指すようになったのは15歳の時、大阪城ホールで開催された女性ボーカルグループ、 スピードのライブを見て、同世代である彼女たちの活躍を目の当たりにし、自分も歌手になりたいと思うようになったのだと言います。それからは多くのオーディションを受け続けたそうで、そんなある日、オーディション会場で全所属事務所の社長からスカウトされました。そしてご両親を説得すると、 トントン拍子であっという間に上京。2000年1月には、元モーニング娘。の後藤真希さんの弟、ゆうさんと、カナダ人と日本人のハーフ、ケンさんと3人で、e、EE ジャンプが結成され、富士テレビのバラエティ番組、笑う犬の冒険のオープニングのコーナーで、ダンスパフォーマーとしてレギュラー出演しました。 その後、メンバーのケンさんが、サッカーを続けたいという理由から脱退し、e、EE ジャンプは、リオとして、同年10月18日に、ツンクさんプロデュースで、ラブイズエナジーで CD デビュー。そして、2001年に発売された3枚目のシングル、おっと Tot とっと夏だぜが、オリコン5位を記録したことで、 今後が期待されていました。しかし、4枚目のシングル、いきなりズムを発売直前にした8月。メンバーのゆうきさんが、マネージャーと喧嘩してしまったことから、失踪事件が発生。そのことから、新曲のプロモーション活動は、ソニンさんが一人でこなすこととなりました。そして、 ゆうきさんは、謹慎処分が下されたことで、名義を、e、EE ジャンプフィーチャリングソニーとして、ソロシングル、ウィンター寒い季節の物語を発売。2002年2月には、謹慎が解けたゆうきさんが再び戻り、EE、e、ジャンプの活動は再開されたのですが、4月に未成年だった彼がキャバクラにいるところを、 週刊誌にキャッチされてしまったことから、とうとう脱退へ。ソニーさんご自身も芸能界に残れるか、存続が危ぶまれました。当時、事務所から今後何をしたいかを聞かれたソニーさんは、何でもやりますと答えてしまったそうです。当時は言われるがままに仕事をこなしていたソニーさん。 するとその結果、歌番組で実家のある高知から韓国までの570キロマラソンという無茶な企画に挑戦したり、一人で6万個のドミノを並べるなどの仕事を引き受けると、体を張った仕事が多く来るようになってしまいました。するとソニーさんは次第にメンタルが崩壊してしまったそうです。 それでもその後、結果を出したソニーさんは、ソロシングル、カレーライスの女をリリース。そのジャケット写真が、裸でエプロンだったことで、大きな反響を呼びましたね。そして、その影響からグラビアの仕事も増えていき、今度はダイエットを頑張りすぎてしまったことで、取材中に、 病院へ運ばれたこともあったそうです。そんな頑張り屋のソニンさん。2003年に出演したドラマ、高校教師で女優デビューも果たしました。翌年の2004年には、8人の女たちで初舞台にも挑戦。その頃、舞台をあまり干渉したことがなかったというソニンさんですが、 女優の大竹しのぶさんが主演の舞台、奇跡の人を見たことで、彼女の演技に圧倒されたと語られています。そして、大竹さんが出演するという舞台、スウィーニートッドのオーディションの話が舞い込み、ソニンさんは見事合格。この作品でミュージカルに初挑戦しました。ソニンさんは、 大竹さんの演技を間近で見て勉強し、さらに直接アドバイスを受けたことで、次第に舞台にのめり込んでいったのだといいます。その後、舞台ミス・サイゴンでは、本田美奈子さんの役を引き継ぎ、ヒロイン役として出演するなど、舞台での幅を広げていったソニーさん。やがて舞台女優としてやっていこうと。 決意を固めました。それでも何か悶々とすることが多かったそうで、2012年12月には文化庁新進芸術家海外研修制度に選ばれたことから、ニューヨークに留学するため芸能活動をしばらくお休みしました。ニューヨークに行ったソニーさんは様々な経験から、 自分自身が自然体でいられるようになり、その経験が人生のターニングポイントになったと明かしています。日本へ戻ってきてからのソニーさんは、2014年に芸能活動を再開し、多くの舞台で大活躍。2015年に、レント、トロイラスとクレシダ、ダンス・オブ・ヴァンパイア、 での演技が高く評価され、第41回菊田和夫演劇賞を受賞しました。しばらくはずっと舞台を中心に活動されていましたが、最近ではテレビドラマやバラエティ番組でも再びお目にかかることが多くなりましたね。2018年1月からは株式会社アミューズに移籍しました。 ソニーさんは舞台を中心とした活躍をしていますが、迫力のある演技力が高く評価され、ソニーが出演していればこけることはないとまで言われています。そんなソニーさんのプライベートの方にも触れていきたいと思います。調べてみたところ、ソニーさんは2024年現在も独身で、今まで 結婚はしていないことが分かりました。過去のインタビュー記事で結婚について聞かれたソニーさんは結婚願望があり子供も欲しいと語っています。そして今まで結婚を考えたお相手もいたようですが食の好みが合わなかったことから破局してしまったと明かしていました。そもそもソニーさんは 肉や魚、卵、乳製品など、動物性食品を摂取しない、ビーガンであることを公表。これらを踏まえると、ソニンさんの結婚のお相手は、日本人よりも海外の方,の方が、ビーガンの方が多いと思われますので、国際結婚の確率が高いと考えられますね。さて、 最近のソニーさんの活動ですが、舞台の活動では2023年10月より新国立劇場にて尺には尺を終わりよければ全てよしの交互上演に出演。テレビドラマの活動では2023年1月から日本テレビ系大病院選挙に出演されていました。 このドラマは、神奈川県警捜査一課強行犯係配属の刑事、武蔵三郎役を桜井翔さんが演じています。武蔵が、とある事件でトラウマを抱えて、休職中の時に巻き込まれてしまった事件。鬼の面をつけている集団、鬼たちは、武蔵が心療内科の診察中に、 この病院を選挙してしまいました。武蔵がこの鬼たちに果敢に立ち向かい、選挙事件解決へ導くというストーリーです。ソニーさんはこの武蔵と警察学校の同期で苦楽を共にした良き理解者の神奈川県警 SIS 管理官の泉桜役で登場しています。そして、 2024年1月13日から放送されていたドラマ、新空港選挙にも出演。病院選挙事件から1年後、武蔵が新たな選挙事件に巻き込まれます。犯人は獣の面で顔を隠した集団。この犯人が選挙した今回の舞台は空港でした。 またもや事件に巻き込まれた桜井翔さん扮する武蔵三郎からソニーさん扮する泉桜に協力を要請します。病院選挙事件以来現場を離れていた泉桜は今回の空港選挙事件で再び指揮官に復帰することとなりソニーさんの緊張感ある演技が見どころとなっていました。 デビューしてからいろいろと苦難を経験したソニーさん。歌手から女優、そして舞台という新たなチャレンジをしてから飛躍的に成長され、その自信が今では顔ににじみ出ているようにも見えます。そんなソニーさんの活躍を今後も期待していきたいですね。ご視聴ありがとうございました。